はい、こんにちは、ヤクシーと申します。5年ぐらい前はしょっちゅういろんなところでやってたんですが、ちょっと子供がね、ソフトボールをやりだしてコーチを、5年間やってたんで、日曜日土曜日と全く抜けれなくてですね、もうライブやめますってしばらく言ってね、もう当分のやで、だから去年の夏ぐらいからちょろっとやりだして、やっぱり音楽は楽しいなというのを再確認、しているところでございます。はい、で今日はアリスをちょっとだけ、まあ、その他の曲とかオリジナルもちょろっと混ぜながら、でも時間も時間なんで駆け足でやりたいと思います。いきます。ちょっと緊張してます。ひざまずけ、誘惑に濡れた唇を受け止めてあげる、今夜だけ抱きしめて二人溶けてゆく、やがては落ちてゆくのなら受け止めてあげる、今夜こそ自分の影が見えるなら、熱い心で立ち向かえ、さあ恐れるな、取り戻せ命を、駆けてゆけ暗闇へ、震えるその手を握りしめ、吹き抜けろ赤いつむじ風、はい、ヤクシーと申します。よろしくお願いします。また君の中の常識が揺らいでる、知らなきゃよかったって思うことばかり、そしていつしかなれるんだ、当たり前のものとして受け入れるんだ、片一方は天使もう一方は悪魔で、嬉しそうなんだ、答えをちょうだい、暗い未来を防ぐんだ、長い迷宮みたいな青春だ、貼り付けの毛になったって明日に向かって生きてくんだってさ、さあさあさあ、ただじゃ転びゃしませんぜって非常事態ってやつも歓迎でさ、さあ西へ東へ、受け売りの知識許容など頬張る、胸焼けそうならこの指止まれ、厄介な人生だ、お前が信じた道を進むんだ、愛だ恋だと抜かしたって所詮は僕らアニマルなんださ、さあ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 、人は悲しさが重くて破裂そうな悩み抱えてさ、さあ必死でもうダッシュです、
夢ありそうな手が届かないが不満並べたってキリがないさ、さあさあさあ、昨日の僕になんてバイバイ、明日王になって風にまたがってさ、さあ西へ東へ貼り付けの毛になったって、明日に向かって生きてくんだってさ、さあさあさあ、ただじゃ転びゃしませんぜって非常事態ってやつも歓迎でさ、さあ西へ東へ必死でもうダッシュです。ありがとうございます。ミスターチルドレンの西へ東へという曲でした。はい、早速声がおかしくなってきました。僕さっきも言ったソフトボールコーチをやってましてね。でそれは下の子で、上の子は女の子、今も高校今年2年生になるんですけども、その子がね初めて、生まれた時、やっぱりね、ああ父親になったんだなっていう、そんな思いと、まあこうやってその当時から歌歌ってたんで、一曲なんか作らないとってね、やっぱ子供のために。それでその当時、そうですね、僕この歌を作った当時はまだ今でも多いと思うんですけど、ネグレクトとか虐待とか結構多くて、そんなね親ばっかりじゃないんだよっていうことで作りました。祈り、ね、父親って母親はね子供のなんかこうしつけだの何だのってやってくれるけど、父親って大体何もできないですね。幸せになってくれって祈るだけなんで、そういう歌です。公園の帰り道、君はママの手を強く握りしめて、このささやかなひとときがすべて喜びに変わる。パパとママを選んで君は生まれてきてくれた。それは奇跡、駆け回る君のそばで涙がこぼれそうになる。無邪気に飛び跳ねる君の笑顔を見つめて、心の底から祈るんだ。幸せになれ、どんなことがあろうとも幸せになれ、それがただ一つの願い。いつか君が大人になって誰かをこの家に連れてきたなら、私は何も言わない、君を信じているから。小さな寝息を聞きながら、小さなその手を握りしめ、何度も何度も祈るんだ。
があろうとも幸せになれ、それがただ一つの願い、幸せになれ、どんなことがあろうとも幸せになれ、その日が来たら初めて君に涙を見せるだろう、嬉しくて寂しくて、ありがとうございます。ね、この曲作った時は娘3歳やったですね。今、高校もう2年生になって、本当いよいよね、嬉しくて寂しくてが近づいてきたかもしれないなという、嬉しくもあり、ちょっと寂しくもありというそんな感じなんですけども、そうですね。子供の娘の話ついでに、3月といえばだいたい節句といえばひな祭りがあるんで、まあ、その歌を歌いたいかなと、思いたいんですけど、森昌子さんは皆さんご存知ですけど、有名な曲だったら先生とかですけど、もう一つ僕大好きな曲があって、この時期に昔、僕は5年間ブランクあるんですけど、その前10年ぐらい前ぐらいまでは3月の時期にこの歌をよく歌ってたんです。森昌子さんのひな物語、ね、まあ、娘も大きくなってきたんでちょっと身にしみるかなと思うんですが、うん、歌ってみたいと好きな物語いきます。今年の春のひな人形はもう少し飾っておきましょう。お嫁に行く日が遠くなるよと母の小言が聞きたくて、すみません、恋をしました、隠し事などせぬように、育てた娘が嘘までついて、愚かでしょうか、女でしょうか、あなたも昔命を託し、そして私が生まれたのです。東の風がひな壇渡り、桃の香りを運びます。
時よ止まれとまぶた閉じても花は移ろいゆくでしょう。ありがとう幸せでした。日だまりみたいな懐でまだまだ遊んでいたいけど、喜びますか悲しみますか、あなたがくれた命を燃やし、愛の暦をたどるのです。似てるでしょうか似ていませんか、あなたの恋と私の恋は似てるでしょうか似ていませんか、あなたの恋と私の恋は。ありがとうございます、ね、森まさこさん、ひな物語、いい歌だと思いません？いやいや。アリスをって言いながら全然やってないけど、最後2曲アリスを、歌いたいんですけども、最初に出ていただいたのソングショップヒロさん、あの季節風のその方にちょっと、無茶ぶりなんですよね。突然一緒にお願いしますって言うたら、心よく引き受けてくださいました。お願いします。講師ね、あのご一緒に、させてもらうのは実は初めてで。でも長いお付き合いですもんね。ご結婚されて長いんですよね。まず結婚する前から薬師さんと。そうですよね。あのお店の宣伝しましょうよ。いやいや、いいですよ。あの薬師さん、あの谷町五丁目っていうところでタンポポっていう喫茶店をねなさってるんです。ちょうどあの四丁目と六丁目の駅と駅の間、谷町筋沿いにありますから、谷町五丁目のタンポポっていう、ランチも美味しいですし、僕たちはあのそういうライブイベントとかあのお店でやらせてもらってた時からのね付き合いで、まだ結婚する前ですから14年前ぐらいですよ、15年前、ね、10年前、いやそんなになるんですね。ねえ、びっくりします。いつもねえ、はい、歌うだけで薬師さんにも歌ってもらったりしましたけど、その時からこのギターでね、無茶ぶりなんで、あのとにかくご一緒して、あのあれであのユニゾンでいいんで一緒に歌ってくださいと言うたら、多分勝手にハモってくれたり、ちょっとコーラスとあれだけ多分してくれるやろうと思うんですが、アリスらしい雰囲気を出そうというだけなんですんで、はい、よろしくお願いします。本日は今日あのね大阪市からあのやってきました薬師です。名前だけ覚えて帰ってくれたらいいと思います、はい、お店タンポポもよろしくお願いいたします、はい。足の傷が痛み出せば立ち止まれよ、楽になるぜ、誰も責めやしない、青ざめた君を見れば胸は熱いか熱く燃えているか、子供の頃に夢にまで見た早い男になる、そのために辛く苦しい日々のあの汗とあの痛みを君は捨てるか、君は捨てきれるか、早く駆け抜ける子
便り、ただひたすらに走り続けろ、ゴールが見えてきたその時こそ胸の中で涙を流せ、一人きりの長距離レース、ゴールはまだ遠い、挫折だらけの人生だけど、一度くらいはやり通せよ、考えるその前に走り出してみろよ、ほら白いタオルで保ち続けるよ君を、早く駆け抜けることより、ただひたすらに走り続けろ、ゴールが見えてきたその時こそ胸の中で涙を流せ、一人きりの長距離レース、ゴールはまた遠い、ありがとうございます。はい、最後の曲、遠くで汽笛を聴きながら。悩み続けた日々がまるで嘘のように、忘れられる時が来るまで心を閉じたまま、暮らしてゆこう、遠くで汽笛を聞きながら、何もいいことがなかったこの街で、ヒロさん、俺を見捨てた人を恨んで生きる、幼い心に秘めた虚しい涙の捨て場所を探してみたい、遠くで汽笛を聞きながら、何もいいことがなかったこの街で、せめて一夜の夢と泣いて泣き明かして、
自分の言葉に嘘はつくまい、人を裏切るまい、何もいいことがなかったこの街で、ヒロさん、ありがとうございます。はい、どうも。